4枚のカードを準備しました。ハート、クローバー、クラブ、タイヤ、それでスペードですね、全部で4枚あります。これをひっくり返した状態で、1枚、そして2枚、3枚、そして4枚、あれなんか多い気がしますね、もう一回数えてみましょう。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、ちょっと数がおかしいですね。スペード、スペード、タイヤ、クラブ、ハート、スペード、ダイヤ、クラブ、ハート、なんだこれ、まあいいや。ということで、こちらの解説をしていきたいと思います。この解説からですね、まず1枚こう普通に取りますね。で、2枚目を送るときに、この1枚、左手にありますけども、スイッチします。こうね。この状態で2枚目をつかみに行くときに、1枚をこう置いてくるんですね。こうゆっくりやるとこんな感じです。で、こう追加するということなんですけども、これが意外と難しいんだな。これをこうやって、こうやるじゃないですか。で、この時に、中指が邪魔になってしまうんですよね、どうしてもね。なので、こう2枚目を取りに行く時に、なるべくこう下にこう潜らせる形、っていうのが、一番、好ましいと言ったところなんですよね。これが意外と難しいというところなんですよね。中指がどうしても挟まってしまうというところがあるんですよね。1枚取って、して2枚目を取りに行きながら、こう3枚目をこう取りに行くと。ゆっくりやるとこんな感じですね。どうしても中指がね、開いてしまうというところがね、あるんですけども、これをね、頑張って、工夫していきたいなといったところですね。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございます。